どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。さあやってまいりました、私エメラルド3499個。はい、こちらのねスーパー魔法の宝箱、なんかもうね、なんかとりあえずすごいんだなっていうのが伝わってくるネーミングですけれども、はい、私アリーナ5行きました。ですのでザップ、ウィザード、ポイズン、ミラーカード、このミラーカードがまず強いっすよね。そしてこちらこのねウルトラレアカードもあるということで、私この狙うはウルトラレアカード、まあミラーカードがまず欲しいっす。まず1番はウルトラ、その次はまあウルトラほぼほぼ来ないとしてもまあミラーカード、その次ウィザードが欲しいですね。早速行きたいと思います。頼むぞ頼むぞ、行きます、ポイ。わー待って、スーパーレア、実はウルトラが来るかどうかわからないんですよね。早速行きたいと思います。414枚行きます。3000円、ポチッ、ごはっこい、ゴールだ、まずはねゴールだから、うわ待って、魂が削れるポチだわこれ、心臓の鼓動の音と一緒ですこのポチは。はい、ポチッこい、ボムタワーレアカード12枚、ちょっと待って、いらないマジで、ポチッこい、ザップアンロック88枚、はい、行くよ、こい、ペッカ、ペッカそんな使わない、これ使えってことか、これあと4個、こいよこい、うーテスラ231枚、まあ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 、テスラは私まあたまに使いますね、たまにですよ、たまに。頼むぞ、あと3個、ポチッ、ポイズン、スーパーレアポイズン来ました。さあここ残り2枚、アンロック、まあポイズン5枚ということで、いきますよ、スーパーレアか、ポチッ、フリーザー、おーおーおー、フリーザー嬉しい、フリーザーリアルに嬉しい、あと1枚、頼むぞ来いよ、ウルトラレアカード来いよ、ポチッ、おおウィザード、ウィザード、終わっちゃった、終わるの早い。はいはい、ということで、ちょっと待って、見てみましょう。今回の戦績は、まあ、フリーズがこう、アップグレードできる点、フリーズレベル2、あ、レベル3にできるんですね。レベル3にできて、で、ポイズンとかザップ、ウィズもまあ、でも強いのかな。でもテスラレベル7。ということで、やってきました。皆さんも、頑張りましょう。私、マジで、レジェンド目指して、アリーナ ?7 かな ?8 か目指してるので、皆さんも頑張っていきましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃん、チャンネル登録して。チャンネル登録をしていただけると、私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。